ユースリーも使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ねはい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする今日は60分特番です。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のアシスタントは渚真奈美ちゃんです。渚真奈美です、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日は最近特番がちょっと多いですが、盛り上がってますね。今日はついに来ました、駒沢オリンピック公園東京ラーメンショーの会場からお届けします。イエイイエイイエイ。はい、ということでございまして、今日のスペシャルゲスト、日本ラーメン協会理事で気難し屋の店主、塚田健二さんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでございまして、東京ラーメンショー盛況ですね。そうですね、もう毎年毎年たくさんのお客さんに来ていただいて大盛況でございます、はい、今年でこれは何回目？7回目ですね。7回目、はい、ということでね、駒沢オリンピックで今年は12日間ということで、はい、昨日まで第1幕だったんですけども、今日から第2幕がスタートという感じなんですね。はい、はい、どうですか、第1幕どうでした？第1幕はですね、非常に暖かくて、はい、もうラーメン日和が続いたんですけども、ちょっとね、皆さんが回すのが早くなりました、どんどん年々。なるほど、慣れてきて。客席の方にはたくさんお客さんですけど、もうね、待つというイメージはないです、皆さんね。早く食べれますから、お客さんにはいいことですよね、うん、だから客数はそんなに減ってないのに早く食べれるっていうのは、うん、いいこと尽くし、いいこと尽くし、はい、そうですね。私もですね、はい、第1幕来させていただきまして、うん、20件とはいきませんでしたけども11杯おっ、すごい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。一緒に食べてくれた皆さんもありがとうございます、ね、しかしバリエーションに富んでて今回も、はい、ね、すごかったですね。いや、毎年毎年、はい、ラーメンのレベルは美味しくなっていくわ、盛りは良くなっていく、はい、お客様にとってもいいことしかない、はい、もうね、本当にどうでした？11杯召し上がっていて大丈夫？いやー、個性的でした。レベルがとにかく高くなった、そのラーメンショーに出てるラーメン自体の全体のレベルが上がってきてんじゃないのかなというか、ね、接戦ですよ。あれ、まさか渚ちゃん来てない？一時今日に備えて。あら、はい、ダメだなこれ。あれ、まさか今日の出番決まってるの分かってて第一陣食べに来てないっていう渚ちゃんのフォローしようがないですね。第一陣明白にちょっと浮気してました。後で怒られましょう。そうですね、これ完全片岡に怒られるやつ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ということでね、はい、今日から第2幕なんですけども、はい、第2幕は塚田さんのブースもありますね。信州ラーメンのブースも、信州も、まあ、もう信州味噌の美味しさを、まあ、ストレートに伝えようかなってことで、はい、はい、ということでね、チームで来てます。はい、どうですか、全体的に見まして今回のラインナップは。いや、もうね、日本中のラーメンを、はい、このたった2週間の間に大体食べれちゃうかなっていうぐらい、まあ、とにかくこの距離で都内の皆さんが、だって交通費使わないで、そうですよ、いろんな地域の方がわざわざ東京に集まってきてくれてるんで、こんな素晴らしいことはないじゃないですか、うん、だからぜひね、都内に住んでらっしゃる方はですね、絶対楽しみに来ていただきたい、うん、これはなかなか、これ全部行こうと思ったら大変ですから。それも地域によっては1時間2時間待ちとか、奇跡の店舗みたいなお店がたくさんの木を連ねてて、はい、もうそんじゃそこらのお店じゃないですから。ですよね、はい、そんなのが集まっていて、11月3日の火曜日祝日ですね、はい、まで、毎日やっておりますんでね、はい、ぜひ駒沢オリンピック公園に足運んでいただきたいんですけども、はい、はい、どうですか、さっき見てきて。すごかったね。なんか結構世代、女子もすごく多いんだなっていう印象があって、はい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 、すごく親近感でした。女性もラーメン好きですからね。そうですね、なんか最初始めた年よりも年々女子の方が、うん、こう前は家族と、それからカップルで男性の方が連れてくる、それが最近ですよ、女子だけでラーメンを食べに来るという、うん、7年でだいぶ変わりましたね。女子の集団だ ね、 だね。だからそういうのがあんまり 見かけなかったのが年々増えてる感じはありますよね。はい、うん、はい、こちらの東京ラーメンショーは、はい、日本ラーメン協会さんも主催で入ってるわけなんですけど、はい、ラーメン協会としてはどうですか、東京ラーメンショーにかける思い、はい、思いはとにかく僕らは協会としてラーメン業界を一生懸命盛り上げていく、はい、そして、まあ
ラーメンって日本の食文化、もう日本食としてもう皆さんから愛されてるんですけども、いずれ日本のラーメンを地球食として世界中の人に召し上がっていただきたい、日本は元気だぞっていうのをやっぱ食の世界からバックアップしてこう底上げしていくっていうのが僕らの役目だと思ってますので、もうなりかけてますよね。でもね、そうですね、もうラーメンは必ず地球食になりますから。なりますよね、なります。塚田さん、はい、はい、お手伝いをしっかりしたい、しっかりしたい、はい、ということですね。塚田さんがラーメンを作り始めた頃から比べて今はどんな感じでしょうか。もうね、作り始めた時って秘密主義だったんです。インターネットとかもないんで、はい、そのお店にどっぷり使って一生懸命勉強して、それもいろんなことを盗みながら自分で覚えていくっていう世界だったんですね、うん、それが今は、まあ、このインターネットの普及によってもう何でも作れちゃうじゃないですか。もう何でも技術とか秘密がバレていく、そして進化の速度が速いので、うん、もうね、ちょっとよそ見してるともう新しいラーメンがドドドドと出てくるみたいな、ちょっとね、目をつぶってる間に浦島太郎ですよ。みんなで共有して、はい、行くっていう感じなんですね、今は。そのね、ラーメンの進化していく速度があまりにも速いですね、この10年、うん、15年っていうのは特にですね。そうですよね、はい、新しいお店もたくさんできるし、なくなっちゃったお店もいっぱいあるし。あります。ねえ、うん、ラーメン屋さん多いですよね。あ、今はですね、だいたい3800件ラーメン屋さん新規オープンして、うん、でオープンするじゃないですか。で閉店する店が3800件っていう数値入れ替わるわけですね、完全に。だから今の日本の中でもうこれ以上ラーメン屋さんは増えてもキャパがないってことなんですよ、うんうん、もうマックス状態なんですよ今。もうマックス状態、そうです、うん、増えて減ってるお店が全く同じっていう感じなので、うん、それをしばらくはそういう傾向を繰り返していくっていう。でも人気があるので海外からのお客さんも多いじゃないですか。だからラーメンの需要っていうのは、まあ、伸びてはいると思うんですけど、まあ、今はかなりパンパン状態、パンパン状態です、はい、だからもう気は抜けないんです。あの塚田さんがやられている信州の、はい、ラーメンはどうでしょうか最近は。いや、もうもともとご当地じゃないじゃないですか、うん、例えばさぬきうどんってこうさぬきでもううどんが有名じゃないですか、うん、そこでラーメンで行かないですね。行かない。信州って言ったらもうそばが日本一みたいな。そりゃそうです。そこでさぬきでラーメン頑張るぞってやってるみたいなもんなんでそうですよね。普通の土地からラーメン頑張るぞって何もないところから作るから楽なんですよ、はい、でももうそばっていう日本一の麺のブランドがあるところでラーメンなんで、はい、まあ険しいですよ。険しい、すごいです。だから初めは大変だったんですもんね。もう大変でしたよ。もうでもやっぱり一人ではできないですよ、うん、たくさんあの信州のラーメン屋さんの仲間がたくさんいて、みんなであの地域財産を作っていく、ご当地ラーメンとか信州のラーメンをレベルアップして、もっと信州観光国として、まあすごい山とか自然とかいっぱいあるんで、食のアイテムを充実させてたくさん信州に遊びに来てもらおうっていう、こうラーメン一杯のラーメンを通して壮大なプロジェクトで動いてますね。ですよね。今回もチームで来てるわけでしょ。そうです、食べてお名前は信州麺友会ですね。麺友会ですよね、はい、これまたこんないっぱい。違うんですよ、実はここはここに名前が載ってるのは、はい、日本ラーメン協会に信州麺友会に入ってて日本ラーメン協会に所属してるお店、してるお店、はい、でそうじゃないお店もたくさんあるんです。ある、うん、そうなんです。だからまあ約40店舗ぐらい県内であの皆さんが昔からしたらだって考えられないですよね。やっぱだから信州にこう旅行行ってラーメンを食べようって、そうです、10年20年前ぐらいだとないですよ、ね、いう気にならなかったですよ。あんまそう、もう自然なものとしてもう蕎麦屋だと、はい、でしたもんね。そうですね。だけど今はラーメン行こうなりましたね。すごいんですよ。僕がね8年ぐらい前に地元でイベントやったんですよ、はい、信州蕎麦で信州ラーメン、うん、対決、対決したんですよその時僕ね、あの山岸さんですよ、はい、ラーメン界の神さん山岸さんとコラボして、はい、山岸さんのご自宅でね僕ラーメン作って、はい、山岸さんと接触しながら味を決めて、クラシックの醤油ラーメンなんですけど、うん、出たんです。結果はですよ、7対3でラーメンが勝ったんです。え、勝ったんだ。7対3ですよ、すごい。だから信州そば王国といえども住んでる人たちはラーメンを食べるんです、うんうんうん、だからラーメンというのは有名じゃないですけども、かなり地域ではあの地域食として応援されてるっていうのはデータで状況にはなっていると、うん、はい、まあね、だから信州の人だからラーメン食べないってことはないですから、やっぱり好きですよね、こんだけ日本中みんな好きなわけだから、ね、ないはい、森内さんが、はい、今
こんにちは。第1幕は11店舗を食べました。はい、ありがとうございます。そうですね。ですよ。やっぱみんな、その東京ラーメンショーが始まった頃なんかは、はい、こんな11個食べましたとかっていう人がいると思わなかったじゃないですか。はい、ら僕らみたいなラーメンばっか食ってる人はあれですけど、はい、普通の人が来て3店舗食いました、4店舗食いましたってすごいことですよ。そうですね。僕ら聞いた瞬間、すぐ、ね、これ悪い癖ですね。全店舗制覇いないのかって気持ちになっちゃったんですけど、欲、うんうん、かきすぎですね。ですよ。3食、1日3食なのでしょうね。それでもすごいのに。でも今聞いた瞬間、あ、ま、体調とね、11回、もうそれを超える人はいないのかと。もしですよ、うんうん、もう全部第一に食べたよっていう人がいたら、ちょっとコメントいただきたいですもんね。ですよね。本当に。でもすごいことです。やっぱこれ食べ比べをしようっていうふうに、やっぱこういうイベントがなかったらなかったじゃないですか。はい、食べ歩きはあったけど、ね、同じところで食べ比べしようと、うん、っていう文化が新しくこうやってラーメンショーからできたっていうのは、すごいですよね。うん、また、ラーメンじゃないと、こんなに食べ物で熱くなる人たちって、本当に多分、世界でラーメンが一番じゃないかなと思うんですよ。確かに、うん、こんなに見た目が違うものはないですね。コメントまた入りました。はい、はい、はい。エビ丸ごとワンタン麺、めっちゃ美味しかったです。はい、うわ、ありがとうございます。ラーメンうま、ね、ラーメンうま。明日行きます。はい。信州王国味噌ラーメン、楽しみです。お、ありがとうございます。ぜひ来てください。ありがとうございます。ね、ですよ。いや、嬉しいですね。そう、今話しましたけど、ラーメンウーマンコラボっていうのが第1幕に出ていまして、そうです。これ新しいですよね。もともとね、あのラーメンなんて男社会だったわけですから。そうです。そんな中で、女性店員だけで、はい、やろうなんていう。お客様、さっき話したじゃないですか、女性のお客様で、はい、やっぱり働く皆さんも、やっぱり今、これ言ったら怒られちゃうかもしれないです、うん、男子より女子の方がすごいです。あ、もうパワーすごい。うんうんうん、あの母性本能っていうのがあるじゃないですか、はい、こう子供を育てたり忍耐力があるんで、やっぱりちょっと子育て終わったぐらいのお母様とか、バツイチになるとお母様のエネルギーっていうか、仕事して家族を、何かを守っていくっていうのが男子はやっぱ強いんですよ。昔は日本の男子って強かったじゃないですか、家族を守って男が頑張るみたいな、そういうのがだんだんこう装飾化してきて、うん、今女子がやっぱりね、ラーメンの世界もグーッときてます。ウーマンコラボだもん。そうです、びっくりですよ。でこれがまた美味しいし、ワンタンが4つも入ってるし。そうなんですよ。びっくりでした。美味しかったし、僕もいただきましたけどね。はい、ということでちょっと一旦ですね、はい、本のコーナーを挟んでもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあいきます。本のコーナ ー、 あー、はい、先ほど塚田さんからもお話が出ましたけども、はい、大正軒山岸さんの本ですね。東池袋大正軒心の味という本なんですけども、うん、山岸さん今年亡くなってしまいましたが、はい、山岸さんが残された最後の辞典でございまして、これ私実は企画して作ったんですよ。素晴らしい、ありがとうございます。そうなんですよ。で山岸さん、まあ、今大正軒いろいろありますけども、はい、あの山岸さんが自分の言葉で残されたものなのでね、本当にラーメンに対する愛とか、うん、お客さんに対する愛、お弟子さんに対する愛に本当に溢れてる人でしたよね。本当にそうですね。ね、山岸さんがいなかったら信州のラーメンはここまでで頑張れなかった。長野出身ですもんね、はい、山口町に感謝してもしきれないぐらい山岸さん、ね、うん、はい、第1幕にも大正軒と品そば屋の奇跡のコラボっていうのがありましたけどね、はい、美味しかったです。美味しかったですよね、はい、なんかなんつうんですかね、混ざっても完全に混ざり合うわけじゃないっていう感じが出てましたね、はい、共存共栄一杯の丼に入ってるんだけども、お互いの色がしっかりと出会って、はい、融合しているようでしてない、はい、でも美味しい一杯に仕上がってるっていうね、それぞれいいところが、やっぱり神と鬼ですから半端ないですよ。でしたね、はい、もう全ての原点がここにあると言っても過言ではないので、山岸さんの、ね、お言葉ぜひ噛み締めていただきたいなと思います、はい、僕は400冊買います。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございます。はい、と言っていたら、はい、塚田さんとこのラーメンが来たのかな、これ。お、信州麺友会来てますか。信州麺友会の皆さん、来ました。お、力強い同志がやってまいりました。おはようございます。じゃあ、信州味噌ラーメンです。うおー、こちらです。はい、こちらです。うわ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。はいはい、これですよ、信州味噌ラーメン。海苔大きいですね。はい、渚ちゃん食べたら身長が15センチ伸びますからね。食べようかな。これちょっとラーメン解説していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、もうこれはもう
せっかくなんで、うちの新種名会、今年の会長、会長竹内会長来てます。竹内会長、そして副会長の金子副会長です。金子副会長、じゃあ説明をお願いいたします。お願いします。はい、まあ、味噌王国の、まあ、信州ということで、はい、まあ、今回信州王国の味噌ラーメンという名前で、はい、ブースで、なんていうと一番ブースで、はい、販売して、緊張してますね、大丈夫ですか？味噌王国ですからね。味噌王国、味噌王国なんで、はい、まあ、いろんな味噌蔵からですか？そうです、はい、あの、まあ、味噌の、はい、まあ、信州味噌のシェアナンバーワンの、はい、まあ、丸米さんですね、丸米さんをベースにですね、はい、あの各地の県内各地の味噌蔵さんの味噌をブレンドして、はい、あの今回初の試みとなるあのブレンド味噌ということで、何蔵、まあ、10蔵ほど、10蔵、信州味噌10蔵がこの中に入ってるんですよ、はい、もう厳選された味噌だけを、はい、あのブレンドしてますので、はい、伸びるんで食べます。はい、はいはい、いただきます。ありがとうございます。もうね、野沢菜とか入っちゃってますから、野沢菜、これも信州食全開ですよ。で今信州はですね、二大ご当地ラーメンというのがありまして、醤油ラーメンは胡椒とネギの王様中華そば、王様中華そば、そして信州味噌ラーメンっていう、まあ、味噌王国ならではの味噌ラーメン、二大ご当地ラーメンを今前押ししてて、これがね多分10年後ぐらいには、まあ、日本を席巻するんじゃないかなということで、はい、どうですか隊長。おいしい、優しくてまろやかでおいしいです。うん、すごいおいしいです。うわ、そのくらいの推しだと売れないかな、もうちょっとなんか来ないかな。隊長、野沢菜も効果的だと思います。これね、粉も信州の小麦を使ってますから、あ、小麦も、はい、地産地消にこだわってるわけです、ね、そうです、 50% 信州小麦でございますから、はい、お肉もなかなかない感じのチャーシューですね。そうです、ももクラシックなもも肉を調理法で柔らかく仕上げるという、うん、はい、じゃあ渚ちゃんも行ってみる。はい、はい、やった。はい、信州味噌ラーメン、やっぱ信州といえば味噌ですもんね。そうですよ、もうさっきお蕎麦の話が出ましたけど、やっぱり、はい、僕も味噌蔵に見学行ったことあります。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。艶亀さんですけど、お、善光寺の近くじゃない、はい、お、行ったことあります。素晴らしい、はい、ね、いただきます。すごい味噌の香りがしますか。します、それ味噌だと思ってます。僕の香りですから、ね、塗ってきました。昨日お風呂入ってないんでね。味噌が出てました。ちょっとね、工事感ある香りがして。そうなんですよ、うん、どうですか、野沢菜いいですね。あ、野沢菜がいいですか。スープと麺は全然ダメだけど野沢菜がいいですね。いけんね。いや、ラーメンの自分の思ってたこう概念が、うんうん、こう野菜も一緒に取れていいなと思いました。なるほど、やっぱ女性なのであまりこうラーメンがつくっていうのはあまりないんですけど、うんうん、はい、優しい味で食べやすい。ありがとうございます、ありがとうございます、ね、いいですよ、いい、ありがとうございます。やっぱあの11月になって入るから寒くなってくるんで、味噌ラーメンとか、はい、そうですね、あの行列できそうですね。そうです、はい、ぜひ食べていただきたいですね。はい、信州の味噌はなんか他の地域と比べて何か特徴あるんですか。やっぱりちょっとね、米の比率があの高いというか、米が入ると甘いんですよね。で、米が美味しいじゃないですか。だからね、やっぱりね、何ですか、何も入ってなくて砂糖とか入ってないのにちょっと甘めで、米の甘さなんですね。深さとか芳醇さがあるんです、はい、美味しいです、はい、ぜひ一番ブース、はい、よろしくお願いします。会よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。竹内さん、金子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。手を振りながら帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで信州でしたけども、ありがとうございます。もう一ブース、もう一ブース来てるんですか、今日は、うん、ちょっと呼んでいきましょうか。はい、はい、なんか味噌って落ち着きますね。ね、美味しいですよね。最近お味噌汁が美味しいって感じ。いました、新人王。いました、新人王ブースよっ、新人王。ありがとうございます。どうぞ、置いてください。ありがとうございます。ということで、お久しぶりです、鈴木さん、はい、うん、あの私が司会を務めさせていただきました、はい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 、新人王グランプリの、もう少しこっちだそうです、新人王グランプリの一昨年のグランプリですね、はい、鈴木さんでーす。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。こちらですよ、ラーメン、はい、これも素敵な
魚介香る和だしラーメンですよね。はい、そうです。ですよね。懐かしい一昨年の鈴木さんの涙がここに落ちていると。そうです。はい、もうね、はい、この新潮グランプリという企画でステージでやったんですけども、はい、皆さんが見てる人が食せない。そう。なんとか食べる方法がないのかということで、3年、もうチャンピオンを3人輩出したところ、じゃあ今年は一つのブースで、その3年間のチャンピオンのラーメンを2日ずつ出そうじゃないかということで、はい、今回やっとお客様にですね、食べれるはずのないラーメンを食べていただけると。ありがたいです。ね、はい、チャンピオン、そういうことですよね。そうです。本当にこのありがたい機会をいただいて、本当ですよ。本当に涙出しながら、もう麺あげてます。ね、あの日が懐かしいですよね。はい、いきなり出すのがラーメンショーってすごいですよね。そうですよ。すごい展開ですよ、さすが。今日と明日が鈴木さん、はい、でそして明日と明後日が去年の優勝者の神田さん、神田さん、はい、そして初代が、5日目6日目が初代のグジラーメンで優勝した、はい、あの白橋さん、白橋さんとなっております。いただきます、はい、ぜひ一番奥のブースですね。そうです、20番ブース、20ブース、はい、ぜひ。じゃあいただきます。ありがとうございます。いや鈴木さん、優しい味ですね。ありがとうございます。もう自分の育った地域とか風土がこの一杯に詰まってますよね。そうですね、うん、山形の、はい、山形らしい、はい、どうですか隊長。隊長喋らないと全然番組にならないですからね。隊長もうしみじみしちゃってですね。どうですか、これは優しい味です。うん、あのラーメン食的に言うと、連食の中に入っても全然こう、もたれない優しい味ですね。やっぱ山形出身、あの鶴岡ですよね。そうです、鶴岡の感じしますよ。東北のなんかこの人情味あふれる感じも出ていて、うん、美味しいです。コメントで、森内さんが、はい、明日の2杯は決まりだなって書いてます。決まり決まり、ありがとうございます。いいですね、明日の2杯は決まりだな、はい、どうぞどうぞ。太麺なのにこうあっさりしたスープにちゃんと絡んで、そして聞いたら富田とね、あの無鉄砲食べてたら笑っちゃいますけどね。もうね、どういうことなの、来たら食べたくなるかもしれない、はい、富田絶対食べたくなる、もうおすすめですよ、ね、外せない2杯ですからね。富田とか無鉄砲食べた後にはすごい最適かもしれません。そうです、このあっさりの感じ。そうなんですよ、はい、そうですね、唐辛子入って、あ、それあのメンマに味付けでちょっと、はい、あ、なるほど、はい、女子が目線が細かいですね、やっぱり、ね、確かに見るのが細かい、はい、うん、いただきます。はい、隊長、八木さんのラーメンを食べるこの横顔、横顔を塚さん見てください、リーチとして一曲できますね、一曲できますね、隊長この横顔で、横顔でやっぱこれ杯数を作るっていうのがやっぱ大変だったんじゃないですか。そうですね、審査の時は5杯ですよ、ね、まあ、6杯でしたから、今回1000とか作んなきゃいけなくなるんですよね、はい、そうですね、その辺はどうなんでしょうか。なかなかまあお店でもそういう数はこなさないので、ですよね、もうフラフラなりながら、でももうこの思いはもう込めて、うん、いっぱいいっぱい、はい、もうこれ込めて作ってます。鈴木さんの独立の方のご予定はどうなんでしょうか。来年の春、嘘、本当に目標に今最新情報、ついに、はい、オタコングに続き、キュータの親父さんが寂しがるんじゃないですか。そうね、ワルさんが今働いていらっしゃる、実は今回のこのラーメンショーが親方が卒業という、あの一つテーマを設けてくれて、卒業試験、はい、最後までできるか、はい、もうこの3年間のストーリーがもう詰まった最後の集大成で、行ってこいと、やれと、このもう荒波を乗り越えてこいと、もう今来ました。おー、はい、いい話ですね。わかりました、もう落第です、キューバに行ってください。親方としては寂しいでしょ、ね、あと2年キューバに行ってください。お願いします。来年春か、うん、それも山形に来れて、そうなんですね、はい、でもね、キュータの親父さんが優しいんですよ、もうね、愛情たっぷりで、もうキュータ、キュータ親父さんの宣伝してください、はい、ほら見てください、一杯のラーメンは庶民の心の会話、うん、庶民の食べ物だと、そうなんです、その通り、広く愛されてます、はい、まさにあの言葉のごとくですね、
地域に根付いた大人気ですもんね。ね、愛情とか優しさがやっぱりこう出てますよね。出てますね。今キュータの思いを胸に、はい、新事業の情熱を胸に、はい、この一杯を、はい、ね、ぜひ来年の春に向けて、はい、卒業して受かるように、はい、頑張っていただければと思います。頑張ります。はい、はい、鈴木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでございまして、やっぱり勝ち抜いてくる人って、やっぱりラーメンの美味しさだけじゃなくて、人柄とか人間性も良くないと、やっぱり優勝できないですね。うんうん、ですよね、その辺も含めてラーメン出てるんだと。はい、ね、塚さんもやってましたけども、新人王の審査の時にありましたよね。はい、これは本当にもう、あなたのラーメン好きがにじみ出てる一杯です。毎回それが出る話ですね。あれ不思議なんですけど、やっぱりその人の持ってるもの、例えばゴルフとかマージャンやると人間性って出ちゃう。あと車の運転とか、はいはいはい、それと一緒でラーメンを一杯を食べるとどんな人なのかっていうのがやっぱり出やすいんですよね。そうなんですね。そんな感じの一杯でしたね。はい、どうでしたか、2つ食べてみて。同じラーメンでもやっぱり、まあ、全然違うのは当然なんですけど、今やっぱりそれぞれお話を聞いて、なるほどなって、やっぱ今の話じゃないですけど、思いましたね。人柄が優しい、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 いろいろ食べる価値ありますよね。あれ本当ですよ。やっぱりね、俺のラーメンが一番強い、うまいんだっていう、そういう味がするんですよ。そういう味がして、でもちょっと自信ないなって時はやっぱりそう迷った味がするんですよ。だから僕らが作っててもやっぱ生き物なんで、ラーメンは面白いですよ。心のバロメーターですね。それが出ちゃうと、出ちゃうんですよ。技術とか知らなくても、俺はこれ豚骨一本でやるんじゃって、これが一番うまいんだって、要するに負けんって言うと本当に負けない味がするんですよ。だから知識が増えたり経験が増えてって上がってくるんですけど、道がいっぱいあるじゃないですか。こっちでいいのか、あっちでいいのか、うん、こっちでいいのか、いろんな分岐点があって、こう知識が増えてくると迷うんですよ。だけど迷ってない一杯はやっぱり強い味がします。強い味がするんですよね。その辺もまたラーメンの面白いところなんと、行列を前にして作る時の緊張とかね、はい、そうですね、そんな中でも俺も食えって作れると、また美味しいものができると、そうなんですよ、いうことなんですね。はい、ということでここでもう一つお知らせです、はい、これ、うん、福岡でもラーメンショーをやるそうで、あ、塚谷さん、はい、そうなんですね、はい、12日から、はい、23日までやるんですね。やります。地方で、あの福岡で九州でご覧になってる方も、うん、こっちに行けると。そうです、はい、またね、福岡のラインナップもね、めちゃくちゃ素晴らしいラインナップになってます、はい、でね、福岡のいいところは、確かに福岡の人たちっていうのは地域愛が強いので、うん、豚骨ラーメン以外をラーメンとして認めないんです、あ、そんな言い方したら怒られちゃうんですけど、豚骨ラーメンイコールラーメンだと思ってる。そうなんです、豚骨以外はこれはラーメンじゃないっていうぐらい、うん、地域のラーメンを愛してて、はい、なかなか他の地域のラーメンっていうのを受け付けないんですけども、うん、そういうのもどんどん変えていきたい、あ、そしていろんなラーメンの味を知っていただきたいということで、まあ、ある意味挑戦とか文化への挑戦みたいなことですけども、もうラーメンでたくさん楽しんでるっていうね、はい、はい、場所は福岡市役所西側ふれあい広場というところで12日から23日やりますという、はい、これも12日間なんですね、はい、はい、ぜひ福岡の皆さん足運んでみてください、はい、よろしくお願いします。嬉しいです。はい、すごいですね、ラーメン社。札幌も今年もやりましたもんね。そうです、今だから日本の北、札幌、東京、博多と、はい、このね、そうするともう日本列島スッとスッとで、日本ラーメン協会が各地域でラーメンを盛り上げよう、そうです、後押ししていこうということで、うん、はい、やっぱ札幌、東京、福岡だとやっぱ全然ラーメン店やっても雰囲気は違うもんですか。全然違いますね、本当に。だから趣向も違うじゃないですか、住んでる人の地域で、うん、だからやっぱり東京っていろんなラーメンがあるんで、いろんなものを受け入れる体質があるんですけど、地域によって福岡みたいな、さっき豚骨がラーメン界という地域もあるし、北海道は味噌ラーメンって一平等な感じなんですけど、意外に柔軟なんですよね、うん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 、いろんなラーメンを召し上がってくれるんで、うんうん、はい、でも地域性があって面白いです、はい、なるほど、注目ですよね、うん、一体これ全国のラーメンが
集まるわけですもんね、はい、どこのラーメンが福岡で人気が出るのかと、うん、はい、いうとこですよね。読めないんです。福岡はどこが一番売れるかっていうのをすごく読みづらいですね。そうですよね。福岡で北海道が1位かもしれないし。そうなんです。だから、去年一昨年だったかな、あの牛タンラーメンが1位になった時もあるし、はい、だから意外に分からない。でも豚骨はやっぱり強いですね。上位にいます。そんな中、どこがぶち抜いてくるのか。そうです。今年も楽しみな感じになってますね、はい、注目していただきたいと思います。はい、と言ってたらですね、なんかさっきからうるさくないですか。あ、うるさいです。なんかさっきからなんか聞こえませんかね。ナイスなミュージックがね、ずっと、うん、結構声張ってましたからね。そうですね。ちょっとね、なんかやってるっぽいね。はい、ちょっと行ってみますか。あ、行きますか。行ってみましょうよ。わ、せっかくだから。せっかくだから、せっかくだから、せっかくだから行っちゃいますか。うん、行こう。私はもう見えなかった。番組はもう田中さんも行こう。あら、まさか固定じゃなくなる。固定じゃなくなります。こんなことって隊長珍しいな。初めて。これなかなか音鳴ってるから。でもね、パソコン持ちながらカメラ持ってる方初めて見たんだよね。行っちゃいましょう。行きますか。行こう。お、行きますか。行きますか。おいだ。今生放送中です。あ、まだ田中さんです。田中さんです。田中さんです。ラーメンも買ってました。ラーメンミュージシャン田中さんの本に乗りたいです。乗せてください。人気があるのかもう乗せない。行きましょう、行きましょう。行きますか。はい。
がとうございます。ちょっと待って、伊達隊長何やってんの。ちょっと音がしたから。あのこの人もですね、有名なラーメンミュージシャンです。伊達隊長、歌ってけばせっかく来たんだったら。あらま、塚田さんも、まあ、あらまあらま、いらっしゃいませ。皆さん大きな拍手をお出迎えください。伊達隊長と、そしてラーメンミュージシャン伊達隊長と、そしてラーメン協会理事長塚田さんです。なんかもう全然上がってきてるしね、歌う気満々な感じがあるんで。どうぞどうぞ。皆さんもなんか聞きたいものがないの。隊長が行っちゃった。隊長が行っちゃった。最初から歌う気満々じゃないですか。そうだよね、本当にね。 今何してたんですか。ずっとあれ裏で生放送の番組やってたら、うん、番組やってたの。じゃあ急に隊長が悪飲みしてジャックしちゃおうじゃないかとってわけわかんないことになっちゃって。そう、わけわかんない。ジャッキー、わかんじゃないですか。皆さん、あのですね、なかなかあのご有名なお二人なんですよね。で、塚田さんね、ラーメンも出してますね。一番分ですよね。食べてください。じゃあ、ここからお任せします。大丈夫これ。はい、緩い、甘いんだ。何をやるの？大丈夫だよ、前行きなよ。なんかあの井出隊長のチューニングが終わるまであの合間をつなげと言われたんですけども、これ結構プレッシャーですけども、ねねちゃん一緒にやろうって言ったでしょ。これ間持つの一人で。ねねちゃんちょっと来てもらっていいですか。いや今日はあのじゃあ5杯以上ラーメン食べたという方いらっしゃいますか。5杯以上ラーメン食べた人。5杯以上。嘘でしょ。まだいないですね。あれ、じゃあ3杯以上食べたという方いらっしゃいますか。わっ、わあ、通りで今年売り上げが伸び悩んでると思ったら、皆さん寒いから食べてくださいよね。一人一人の消費量が減ったかもしれないです ね、 ね、うん、ということで、はい、ラーメンミュージシャンの伊達隊長と申します。そして日本ラーメン協会理事の塚田さんです。よろしくお願いします。ブートレグ、ありがとうございます。今日ラーメンミュージシャンのライブをやってるなんつってね、さっき裏で放送をやってたらね、はい、音が聞こえてきたんで、はい、僕もねラーメンミュージシャンの端くれとしてですね、はい、ちょっとジャックしに来ちゃいましたよ。あ、ね、ちょっと緊張しますね。はい、なんですよ。はい、あ、音来てないけど、はい、ちょっと待って。はい、ということでございまして、ちょっともう一人ね、一緒に番組やってらっしゃるんですけども、ちょっと自己紹介してくださいよ、ちょっと。ちょっと高いですね、すみません。あ、もう一声いいですかね。皆さんこんにちは。今ですね、ちょうど今生放送中なんですよ。伊達隊長の今3時そうで大体ねという番組中でございまして、でちょうど裏で今放送やってたんですけど、入れたいちょっと塚田さん行っちゃうからもうびっくりしてしまって。皆さん美味しく召し上がってましたか。召し上がってますか。ありがとうございます。さあ準備もうそろそろでしょうか。塚田さんもうお話しされた方がいいですか。何ですか。せっかくなので。ギターが来たみたいですよ。じゃあ歌いましょうよ。ちょっと僕サザンが大好きなんでサザン歌ってもいいですか皆さん。じゃあ勝手にシンドバッド一緒に歌ってくれー。いくよー。ワン、ツー、スリー、フォー。そのまじりの駒沢は色も何も見えてね。Yeah.
皆さんは昨日こじつき Oh, Musical Junior ラーメンショー東京ラーメンショー11月3日まで開催中いつになれば駒沢は上の島が見えてきた俺の家間違い駅釣りの女なんて目を見るに忘れてしまうさっきまで俺一人肌の上で知れてくみたいな肌に渦の色がたら浮かぶ好きに風が出るお目にかかれて皆さんご一緒に止まっててのべまだ早いし嫌物へ飛んでみれば胸騒ぎの星月胸騒ぎの星月胸騒ぎの星月皆さんコール&レスポンスいくよ尊敬するラーメンミュージシャンがね本当に皆さん集まりましたのでみんなで最後歌っていきたいと思います。あのこの間にこれが噂のラボンです。こちらが田中隆著書のラボンでございます。あのですね本当に素晴らしい内容になってます。あのラーメンのことプラスこの表紙に載っているすごい方々がですね演奏した CD がなんとついてのお値段になっておりますので、これなんでしょうね、何の告知でしょう。駒沢ね、駒沢大学の駅のですね本屋さんにぜひ売ってると思いますので買ってください。よろしくお願いします。で、こちらの CD についてる曲を、ね、さっきもね、実は新井さんと皆さんがやってくださったんですが、最後一緒に歌って帰りたいと思います。一回聴いて覚えた人は一緒に歌ってください。どうかしら、皆さん。用意はいいかしら。あ、まだやってますね。はい、新井さんどうでした？いやこういうラーメンイベントでライブをやるの初めてだったんで、これからも田中君についていきたいと思います。私も。はい、ありがとうございます。いや本当に楽しいです。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございます。2時間という時間ね、最初からいてくださった方もいると思います。本当に今日ここでね見てくださってありがとうございます。最後に一杯食べて帰ってくださいね。じゃあみんなで歌いましょう。OK でしょうか？じゃあタイトルコールを新井さんお願いします。はい。じゃあ聞いてください。みんなで歌います。君とラーメン。
とね、ここでね、あの、レナとヨラさんにね、告知があるということでお願いいたします。ヨラさんどうぞ。よっしゃ、戻りましょう。戻ります。ちょっと告知一つだけさせてください。隊長、もう行っちゃうから、もうびっくりしましたよ。さっきね、あのカンニングしてきました。すごいですね、ちゃっかりギターも用意してたんですね。そうですよ、そう、なんか落ちてたこれ。どうしようですか、見たことありますか。練習しろとすごい言われたからね。無事終わってよかった。盛り上がってましたね。しかし塚田さん、なんか生放送中のコールってあるんですか。隊長、なかなかないですよね。新人王の時ちょこっとありましたけど、こんな上がって歌って戻ってきてまた話すなんて、こんなこうテンションのやりこがりです。これだけあるのに打ち合わせゼロですから。そうですよ、 100% アドリブで出てって間つなげとかって、急に何喋れって言うんですかね、あの空気感でね。お客さん温かくやったり、でもこれ ね、ちゃんとラーメンも出てきて2杯やってあれもやってちゃんと帰ってきましたね。そうですね、 1時間でいろんなことできますね。やっぱ体調力すごいですね。すごいですね。すごいですよ。すごい楽しかったですね。あげくサザンの歌詞もわかんないですからね。今何時って言われたんでわかんないですよ。5件ぐらいましたからね、今何時って言われて。危なかったですよ。危なかった、はい、しかしラーメンミュージシャンがあんなに一堂になかなかないんじゃないですか。なかなかないですよ。飲み会ではありますけど一緒にやるってことはないですよね。あそこ隊長何チームぐらい出てたんですか。だから田中隆さんのバンドが一つ出てて、はい、あとはザ・ブートレッグさんが出ていて、あとはウーマンの方々がね、いらっしゃいましたね。レイラさんがいらっしゃって、 ね、 いましたね。あとあの世田谷のね、はい、湯原さんがいて、はい、あとは伊藤恵美ちゃんがいて、あ、恵美ちゃん見ました ね。で、僕らがなんで青木さんがいなかったんですかね。青木さんいなかった、青木健さんいなかったですね。青木さんラーメンイラストレーターだから。そうですね、あ、イラストレーターですね。いてもおかしくない絵でしたね。でもでもラーメンうんちゃかもあんだけ集まるとなかなかすごいですね。うんちゃかしてましたね。君とラーメンって今の歌ね、はい、いい歌ですよね。いい歌ですね。僕だってここの2週間ぐらいずっとこれ車の中で聞かされましたよね。結構覚えましたよ。だね、字余りが難しいんですよ。耳に残りますね、うん、なんかメロディーが。いい歌でしたね。楽しかったな。この曲じゃない、もう一個の曲聞きました隊長。あ、もう一曲はまだ僕聞かせていただいてないですね。ラーメン食べたいって知らないですか。あ、でも聞いた聞いた、来ましたね。聞いた聞いた。一人で食べたいって言ってるのに、今度はおじいちゃんもおばあちゃんも連れてくるので、どうしたらいいんだっていう歌詞だったんですよ。そうなんですよ。このね、反対側の曲も非常にいい、はい、あの田中さんの本、ラという、ラという本にね、入ってます、ね。ついてる CD の、CD がそう、ついてるんですよ。はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、なかなかでもラーメン界も明るいですね、今のこうステージ見てるだけでも。そうですね、でもなんか気になったのは、昨年だと5杯以上食べた人だったら10人とか、そういう感じですよね、うん、勢い的に言ったら。今回なんでしょうね、控えめでしたね。控えめでしたね、やっぱ3倍ぐらい、オーバーぐらいの人が多いんで、なんかちょっと気になる点はありましたね。気になる点ありましたか。勢いよく行こうっていう時に、ご飯じゃ食べたことある人、今日食べた人ったらシュイーンって言った時に、もうその時に僕のあのステージが終わりましたね。盛り上がっていけなかったんです。まだでもね、はい、時間が浅いですよ ね、 そうですね。これから夜、はい、まだ初日ですから、これからです、これからです。楽しみですよね。というように東京ラーメンショーではステージもやってますから、うん、あのお腹いっぱいになっちゃってもうどうしようもない人、そうですは、あのステージ見て、うん、お腹また空かして ね、こんなんやってまたお腹空いてくるから。たくさんのアイドルたちも応援に来てくれて、なんとこれからプロレスも始まったりしますから。そう、この後プロレスだそうですよ。DDT さんが来てこの後プロレスやりますから。その辺にガタイのいい方いたでしょ、その辺にガタイのいい方が、うん、だって普通お金払って見るプロレスが小松崎さんただで見れちゃいますからね。ラーメン食いながら見れるプロレスないでしょ。そうです、すごい、うん、応援したらまたお腹空いちゃいますね。あ、そうですよ。あ、いいこと言う、いいこと言います、ね、それが狙い、それが狙い、本当はラーメンショーの興奮するじゃないですか、ブラーンってすごい代謝が良くなって、でもう一回、もう一杯いけるから、そういう感じですよ、そういう感じです、うん、すごい、飽きないですね、面白い、うん、あの回り方としてはやっぱあっさりしたラーメンから食べて、うん、
った方がいいのかな。食べ方はね、僕は思うんですよ、はい、もうね、気になったラーメンからどんどん食べてるんですよ、うん、味とかバランスとかは後でいい。そうです、もう気になったラーメンを徹底的に。でも今回は2杯食べようと思っても絶対3杯になりますから。なるほど、あ、美味しいからね。なりますよ、おお、引かれると。うん、うん、それはそうかもしれない。3杯で帰るのがちょっと後ろ髪引かれるっていうか、あれも食べたかった、これも食べたかった、もう今日は3杯で我慢だって言って結局次の日来てる。こういうパターンが東京ラーメンショーです。そうです、はい、毎日来てもいいし。そうなんです、っていうことですよ、はい、ね、でここで食べ逃しちゃったら現地まで行かなきゃいけないんだから。そうですよ、そして今回だけしか出てこない作品っていうのは結構あるんで、うんうん、そういうレア感のあるやつもあるので、ぜひね、いろんなラーメンを選択しながら。コラボもありましたね。そうです、そうです、うん、はい、ここでしか食べられないいっぱいもいっぱいあるんでね。そうです、ぜひ朝から来ていただいて。そうです、一日いていただいて。そうですよ、一杯食べて駒沢公園なんで、はい、走っていただく。走ランニングしてまた戻ってきて5周したら次また食べて、いいですね、また走ってね、走って また食べていただいて、その時横っ腹痛くなりますその辺でやめといていただいて、いうところでございます、はい、かき氷も出たし、あー、美味しそうだった、雪うさぎさん。雪うさぎさんは店でも行列で食べれないんですよ。そうですよ、東京ラーメンショーに来てるっていうのは奇跡ですから。奇跡で、本当にね、行けない人がいるんですよ。ちょっとラーメンうまいけどかき氷の方がうまいなとかっていうぐらい、言っちゃうぐらい、言っちゃうぐらい美味しい、美味しいんですよ、うん、でラーメンはもちろんすごい美味しいんですよ。でもレベルが高すぎてやばいんです。ラーメンをずっと5、6杯食ってると、うん、もうどうしてもかき氷食いたくなる。そうなってる、あれ。そうなってるんですよ。そうなんです。例えば5人の美女と付き合ってて、もう満足だろ。こんなに日本世界一の美女5人と付き合ってるのに、6人目の女性もいいなっていうぐらい、そのかき氷が威力あるってことです。そういうこと、うん、楽しめます。ラーメンだけじゃないんです。本当に楽しいラーメンショーです、ね。そうです。お買い物ブースも充実してますからね。お買い物ブースもね、グッズも売ってるし。そうです。ご飯食べるところもありましたよ。ありますよね。ね、ご飯の炊き比べとかあったりとか、ベビースターラーメンのあのおやつがね、袋が破けるほど入ってたりとか。すごいんですよ。東京ラーメンショーは。すごい。テーマパークですね。日本一のラーメンイベント。はい、来ました。いや、あと5分、あと5分ね、はい、わかりました。早い、ね、すごいですよ、本当に毎日来ても飽きない、飽きない、でも今日はノルマですよ。渚ちゃん小さいじゃないですか、はい、今日は2センチ伸ばして帰りましょう、ラーメンで、はい、身長を麺で、うん、ね、はい、じゃあもう一度東京ラーメンショーのおさらいしておきましょう、はい、今日は29日です、第2幕29日木曜日から11月3日の、祝日火曜日までやっておりまして、時間が10時から21時、ラストオーダーが20時半、駒沢オリンピックの中央広場でやっております。最終日だけ早いですね、11月3日だけ6時に終わりそうなんで、はい、ご注意をいただければと思います、ということでございまして、ぜひ今日の信州ラーメン、あとは新人を、うん、ね、チェックいただいて、他にもたくさん出てます、気になるんです、はい、本当いっぱいあった、ね、無鉄砲と富田が並んでたし。そうですよ、どんなあれでしょうか、席順はもう ねやばいですよね、あれはもう大関さんの陰謀としか思えないぐらい、ね、すごい超人気店が、豚骨消費量がすごそうです。そうなんですよ、ね、半端ないんですよ、ね、もうとにかく東京ラーメンショーのステージっていうのはもう花のステージなので、はい、どこのラーメンを食べていただいても本当に美味しいラーメンを大丈夫です、はい、気になるところをバンバン言ってくれ、これが塚田さんからのアドバイスですね。僕よく聞かれるんですよ、何が美味しいですか、何が美味しかったですか、すいません、みんな美味しいです、美味しくないラーメンは出てません、出てません、はい、そういうことですね。そうなんです、はい、でチケットは共通で1杯850円で、はい、セブンイレブンでも売ってますから、はい、セブンイレブンで買ってから来ていただくと、あの券売機並ばなくて済みます、ね、そうです、そうです、チケット用意してくれる前ですね。もうね、年々みんな慣れてきたんです。チケットも早いし、ラーメンも早いんです。だから全然待ちませんから、もう美味しいラーメンがいっぱいあるんで、本当に来てほしい。待てないでいいですね。はい。そんな中ですね、実は。はい。実は。明日、お10月30日金曜日、明日、はい、東京ラーメンショーで、井出隊長バンドのライブがあります。おー、17時半からやります。5時半。ほら、17時半からサザンやりますんでね。すごい、ぜひ今日は1曲でしたけども、明日は何曲ですか。5曲ぐらいいます、30分やるんで、おー、もっと聞ける、ぜひお腹いっぱいになっちゃった方寄ってってください、うん、ね、よろしくお願いしたいと思います、うん、はい、楽しいですよね。さっきなんか田中隆さんが言ってたみたいだけど、東京ラーメンショーでライブやるっていうことは、はい、基本的には難しいんですよ。そうですよね、うんうん、突破口がありませんから。ああ、そうですね、何を頑張ったら東京ラーメンショーでライブができるのかわからない。音楽活動も頑張ってるけど、
ラーメンもいっぱい食べて。そうですよ、ね、ただ売れてるだけじゃ出れませんから、この選手は。ラーメンをこよなく愛してないと出れないというっていう集合体がさっき君とラーメンを歌ってましたけど、そうですよ、それはもう盛り上がりますよね、うん、確かにね、はい、いいじゃないですか、うん、どうでしたか、まだ食べてきますか。食べます、ね、食べないとやっぱりこう歩いてるとみんながこういろいろ持ってたり食べたりするじゃないですか。いい匂いしてる。人のもすごくまた美味しそうで、横で見てるとあの肉いっぱい乗ってんのどれだーみたいなね、ってね、見れていいんですよね。見てるだけでね、こんな口の中に出てきちゃうんですよね、もううまく喋れないぐらい、はい、はい、ということでございましてね、東京ラーメンショー残りあと何日、6日間5日間、はい、あと5日間ですね、5日しかありませんから、はい、皆さんぼーっとしてる場合ではありません。そうです、仕事終わりでも大丈夫なんで、9時から9時までやってるんでね、はい、ぜひおいしいラーメンをね食べていただきたいな。東京ラーメンショーね、秋一発だけですからね。そうですよ、ね、もう付け根博が終わって、うん、もうね東京の2大ラーメンイベント、イベントだからもうこの2つですから、来ないと会話、うん、クラスの会話にも乗り遅れるしご近所の会話にも乗り遅れるそう、あなた東京知ってないのみたいなすごい顔されますからね。もう行かないと本当に相手にされなくなりますからね。置いてかれちゃう。そうです、はい、ということでございます、はい、ぜひ足を運んでみてください。はい、はいはい、ということで今日は東京ラーメンショーの会場、駒沢オリンピック公園からお届けしましたが、はい、塚田さん1時間お忙しい中ありがとうございます。いや本当にありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。日本ラーメン協会も頑張ってください。頑張ります。福岡も頑張ってください、はい、頑張ります。ぜひ、ね、はい、ラーメンをもっと一人でも多くの方に食べていただけるように、はい、頑張っていきましょう。おります。はい、ということでございまして、本日のゲストは塚田健二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アシスタント渚真奈美ちゃんでした。ありがとうございました。私、リクライチョーでお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。